おっす、視聴者さん、ずんだもんなのだ。こんにちは、ゆずきゆかりです。やっほー、つるまきまきだよ。本日遊ぶホラーゲームはこちら、クロージングアットトゥーだ。日本語にすると、二次閉店とか、そんな感じでしょうか。タイトル画面は、どこかのお店なの？主人公は湖畔の宿屋でバーテンをやっている。お客さんとおしゃべりをし、注文に沿った飲み物を作るのが主人公の仕事だ。バルハラみたいな感じのゲームですか？ちょっとだけ近いな。今回の動画を閲覧するにあたっての注意事項だよ。それではゲームスタートですよ。9月6日、外気温は約70度、紅葉が始まっている。水曜日のレイクサイド、インはいつも暇だが、それでも常連客はいる。始まったな。作中の季節は秋なんだね。とはいえ、ここでは暇なのが普通だ。採用されてからこの半年で、僕はミキシング、シェイク、そして認めたくないほど多くの掃除という普段の日課になれた。なるほど、お店の雰囲気はすごくいいですね。その間に地元の人や宿の宿泊客が気軽に飲みにやってくる。騒々しくなることは滅多になくて、その点はありがたい。また静かな夜が始まろうとしている。あ、明日職場に隕石落ちて仕事なくならねえかな。一人目のお客だ、ヘンリーさんか。こんばんは、ヘンリー。は、こんばんはか。なんて面白いんだ。今日はオフィスでうまくいかなかったってことかな。うまくいったことなんてあったか。バカはみんなどういうわけか私のところに回ってくるんだ。すでに同僚からの件に関して十分対応しているが、クライアントがこれ以上マシになるとは思えない。とにかくお察しのように私は飲みたいんだ。お仕事お疲れ様です。飲みましょう飲みましょう。オールドファッションどうくれ。それとオレンジを忘れないでくれよ。オーダー入りました。早速カクテルを作ろう。かしこまりました。これがカクテルを作るための作業場ですね。レシピを確認するために左下のノートを確認するぞ。スペースキーでテキストを送る。材料をクリック&ドラッグでシェイカーに入れて、スペースキーかクリックでシェイクするよ。そしてこれが各カクテルの材料リストです。シェイカーに入れる順番とかはないようです。よし、大体把握したぞ。これで今日から僕も熟練バーテンダーだ。ずんだもんってお酒飲めるの？僕に年齢の概念はないからな。妖精ってこういう時便利ですね。オールドファッションドの材料はウイスキー、ビターズ、シンプルシロップ、オレンジピールだよ。ビターズはブランドによって製法材料が異なるが、蒸留酒に薬草、酵素、スパイス類、柑橘類、ナッツなど様々な材料を浸し、材料のエキスを浸出させて作られるそうだ。シンプルシロップは砂糖水ですね。カクテルに甘みを加える時に使われます。画面ではシェイカーを振る段階になってるね。緑のゾーンにシェイカーが入ったらスペースキーで止めるよ。うまくいったな。そこまで難しくないぞ。どうもありがとう。喜んでもらいました。いい仕事をしてくれたんだな。ともかくまた来るよ。もしかして仕事中に抜け出してきてたの？お疲れ様だ。ヘンリーは確かに個性的だ。お金の扱い方を知らない人たちがいる中で会計士をやるのは大変だと思う。ヘンリーは会計士なんですか？すごいですね。大変そう。彼には間違いなくおかわりが必要になるだろう。こんにちは。特に変わりないかしら？お客さんだ。なんとなくら典型の方かな。いつも通りだよ。そちらはどうなの、リサ？かなりいいわ。実は今論文を書き終えたところなの。学者さんでしょうか？学生かも。2週間のライティングリトリートのおかげで論文を完成させられたと思うの？ライティングリトリートは論文合宿みたいなものだ。なるほど、2週間こもりきりなのは大変そう。すごいね、論文が終わってすごくほっとしたみたいだ。ああ、あなたには想像もできないでしょ。それでお祝いにモヒートを飲みたいの。少々お待ちを。リサのためにモヒートを作ることになったよ。モヒートの材料はラム酒、クラブソーダ、シンプルシロップ、ライムジュース、ミントだ。クラブソーダとは炭酸水のことですね。ちなみにモヒートは映画のパイレーツオブカリビアンの人気で脚光を浴びることになったんだって。映画でカクテルが人気になることもあるんだな。残りの材料はライムジュース、ミントの葉ですね。バーテンダーの人ってカクテルのレシピ全部覚えてるの？すごく種類が多いので全部を完璧に覚えているバーテンはいないんじゃないかということだったぞ。よく注文される人気のレシピは抑えていそうですけども。そうこうしているうちにシェイクし終わったよ。すごい量のミントの葉だ。おいしい。本当にありがとう。ちょっと用事があるんだけど、また後で来るわ。喜んでいただけたようです。名前がリサじゃなくてモヒートレディになってる。それじゃまた後で。よかった。バーを訪れた初日から彼女はいつも緊張しているように見えたから、彼女は毎日のようにモヒートを飲みに来ている。気晴らしが必要だったんだろうね。なるほどな。もちろん構わない。リサはヘンリーよりずっと良いチップをくれるからね。ヘンリーはその当たり金銭感覚が。よう、新しいお客さんだ。調子はどうだい？やあマーカス、いつも顔を出してくれてありがとう。そっちはどう？ああ、そうだな。物事はいつでも好転しうる。
特に飲み物を手にしたら事態ってのは良くなるもんなんだよ。テキーラサンライズをくれ。すぐに取り掛かるよ。オーダー入りました。テキーラサンライズの材料はテキーラ、オレンジジュース、グレナデンシロップ、オレンジピール、マラスキーのチェリーですね。グレナデンシロップはザクロと砂糖で作られているシロップ、マラスキーのチェリーは砂糖漬けされた甘いチェリーのことだね。聞いているだけでフルーティーで美味しそうだ。画面ではグレナデンシロップが見つからなくて少し迷っていました。最後にオレンジピールとマラスキーのチェリーを加えるよ。この作業場のグラフィックもいいよな。素敵です。材料を全部入れ終わったらまたシェイクしていこう。ホラーゲームにあるまじき穏やかな雰囲気だな。私としてはずっとこんな雰囲気で構いませんが。だよね。よし、目押しも成功だ。なんだか可愛い見た目してますね。ああ、間違いなくもういっぱいお代わりを頼むことになるが、アイナと。またな。エネルギーに満ち溢れているな。マーカスは誰とでも会話を始めるのが大好きで、心にあることは何でも聞こうとする。彼は本当に誠実な男だが、自分のことはほとんど話さない。彼はこのところたくさん注文してくれている。大丈夫だといいんだが、時間があるうちに片付けと補充をした方がいいな。時折お客さんが来たりしながら数時間が過ぎていく。まったく、いつも通りの夜、いつも通りの勤務時間だ。そう、馴染みの顔がバーに近づいてくるのを見るまでは。どうしたの？オールド。ヘンリーなのか？ファッションド。酔ってるんですか？そうかも。オレンジの風味を聞かせてくれ。まさか、まだ飲むつもりなのか？ええ。ヘンリー、大丈夫なのか？どう見ても大丈夫じゃなさそう。わかったよ。オールドファッションド、オレンジ多めで、ただいま。どうやら通常のレシピとちょっと変えないとダメらしい。オールドファッションドを上の字幕に表示した通りの配合で作っていきます。オレンジピールを2倍入れる以外はいつもと同じだね。マジでヘンリーに何があったんだ？アルコール抜いた方がいいんじゃないか？オールドファッションドのアルコール度数は高いようです。だいたい32度から40度くらいと言われてますね。ひえ、ウイスキー入ってるもんね。さて、シェーキングだ。ここは前と難易度は変わらないからミスることもないだろう。これで OK ですけど。本当に飲ませて大丈夫なの？完成だな。彼は何も言わず、笑みをさらに広げ、不穏な雰囲気を漂わせた。彼は立ち上がり、それ以上何も言わずに去っていく。何があったんでしょう？ヘンリーのあんな行動は見たことがない。もう酔っているのか？彼から目を離さない方がいいな。ねえねえねえ。嘘だろ？あの、髪の毛が。リサがバーに現れるが、様子がおかしい。頭の毛をむしり取っているようだ。怖すぎるよ。リサ、君、髪が。たまりなさいよ。抜いてる認識はあるのか？他人の容姿のことをとやかく言うのは失礼だと知らないわけ。ともかく、モヒートの代わりに戻ってきたわ。あの、やめた方が。今回は泡を2倍にしたいの。泡を2倍？いいものを作っていいわね。泡を2倍、炭酸を2倍入れるということか。あの、警察か救急車事案じゃないんですか、これは？でも現実は非常だよ。通報するなんて選択肢は主人公に残されてないんだ。仕方ありません。クラブソーダを2倍にした字幕通りのレシピで作ることにします。なあ、カクテルの材料に幻覚剤とか入ってないよな？それはないと信じたいけど。でも主人公は何かヤバいものを混ぜている雰囲気じゃないですよね。さて、材料を入れ終わったのでシェイクだ。これこの後やっぱり様子がおかしいマーカスも来るんじゃない？一応3人以外のお客さんも来ていて、その人たちは大丈夫なんですよね。わんわんわん。一体どうしたんだ？数時間前までは元気そうだったのに。本当にな。救急箱を用意した方がいいかな。次に何をすべきかを考える前に、マーカスがほとんど彼と認識できない状態でカウンターに座った。鼻血が出ているように見えるし、目からも出血している。頼む、頼むから。やばすぎる。マーカス、君は強いやつを食え。強いやつ？なあ、医者に君を。強いやつをよこせ、今すぐに。わかった、わかったよ、今取り掛かる。強いやつということは、アルコール2倍ということですかね。目と鼻から出血するって何があったんだ？喧嘩でもしたのかな？どう考えても医者に行くべきなのに、マーカスの迫力に負けてしまいました。バーテンのお仕事ってこんなにヤバいものなの？職業柄、酔っ払いの客を相手にすることはあると思うが、ここまでヤバくないと思うぞ。本当に何があったんでしょう。あ、材料はこれで入れ終わりました。怖い、店早く閉めて帰りたいよ。もしかしてこれはアルコールを飲むなという啓発ゲームだった？ゲーム配信サイトの説明からするとそんな感じはありませんでしたが。カクテルのイラストもすごく美味しそうだもんね。完成させたぞ。ありがとう。本当に何が？マーカスは去り、腹の内に辛い感情だけが残された。ああ、何が起こっているのかさっぱりわからない。
誰も僕の話を聞いてくれない。本当だよね。こんなこと聞いてないぞ。今とんでもないことが起きている。それでもこのままにしておくわけには。一人バーテンは辛いな。午前1時が近づき、例の3人以外にはほとんど人がいない。でも彼らを直視することができない。彼らを見て本当に怖いと思い始めている。バーももうすぐ閉まるし、そろそろ荷造りしてここから出ないと。無事帰れますかね。でもどうすればいいんだ。何かしようと思う前にヘンリーがまたバーのカウンターに近づいてくるのが見えた。嘘でしょ、どうなっちゃうの。恐ろしい予感がする。閉店時間に間に合わないかもしれない。ヘンリーはあなたの前に座り、先ほどよりもさらに大きな笑みを浮かべている。突然彼は大声で笑い出し、あなたはノートを落としてしまう。それを拾う前に彼はカウンターに拳を叩きつけ、飲み物を要求した。強い酒だ、もっと強い酒を持ってこい。それとオレンジも忘れるなよ。ここで悲しいお知らせだ。ヘンリーが主人公のノートを払い落としたせいで、カクテルのレシピが見られなくなるぞ。は？嘘ですよね。本当だ、ノートがなくなっている。なのでレシピのスクショを取っておくといいかもしれないぞ。強いやつを持ってこいって言われましたので、オールドファッションドをウイスキー2倍で作ってみます。2倍で本当に正解なのかな。さてシェイクしていこう。しかしいきなりレシピが見られなくなるとは。これで完成かな。え、何ですかこの液体。カクテル作成に失敗したんだ。ウイスキーが2倍じゃ足りなかったんだ。いや、こんなの化け物ですよ。残念ながらゲームオーバーだ。どうしてカクテル一つで命を奪われなきゃならないんですか。厳しい世界だ。今回はウイスキーの量を3倍で作ってみるぞ。というかこれを飲むヘンリーは大丈夫なんですか。どう考えてもダメそう。さて今回はどうかな。よかった、ウイスキー3倍で正解でしたか。彼があっという間に飲み干すのを見届けると、彼は再び大笑いして歩き出した。通報しようよ。そうだよな。そろそろ閉店準備を。爽やかに、爽やかにしなさい。もっと柑橘類を入れた。髪の毛がやばいことになってる。爽やかに柑橘類多めってことは、ライムジュースを2倍のモヒートか。ニーズの伝え方が曖昧すぎる。バーテンの仕事がこんなに大変なんて。さて、どうだ。ダメだった、ライムジュース2倍じゃないの。うっ、恐ろしい。リトライするか。バーテンのお仕事が過酷すぎる。どうしてこんなことに。今回はライムジュースとミントを2倍にしてみよう。そっか、爽やかにしろって言ってたのはミント多めって意味だったのかな。ライム2倍ですでに爽やかだと思うのですが。さて結果はどうだろうな。よかった、正解だった。あんたって最高よ。嬉しくなさすぎる。これはひどすぎるよ。頼む。眼球がどうして。マーカス、朝日が見たい。ただ全部もっと欲しいんだ。あの状態のお客さんにお酒を飲ませるかどうかの議論は置いておいて、マーカスのリクエストは分かりやすかったですね。おそらく全部の材料を2倍にしてテキーラサンライズを作ればいいはずだ。何やったらあんな風になるの。喧嘩したの、自分でやったの。何も分かりません。よし、これでどうだ。やった、成功だね。すげえいいよ、ハムしてやる。一体どうしたんだよ。一人また一人と常連が去っていく。時計が2時を打つ。自分の持ち場を掃除し道具を整えた。僕は一杯酒を飲んだ。それってまさか主人公も。飲んで飲んでまた飲んだ。主人公、そんなことしたらあなたも。レイクサイドインで僕一人になるまで。一人ってどういうこと。他のお客さんもあの3人みたいになって死んだってことなの。ここで終わってしまったか。結局バーの酒があかんかったってことか。それともバーの飲み物に問題はなかったけど、酔っ払い同士で殺し合いになってしまったってことかも。怖い、怖すぎるんだけど。そういえばマーカスのゲームオーバー画面だけ見てなかったよな。確認しておくか。いや、いらないんですけど。まあマーカス一人だけ仲間外れにしたら気の毒だろう。見る必要がどこにあるんですか。ひどすぎる。アルコール怖い。マーカス、わざと失敗してごめんな。抜くことになった私たちに謝罪はないわけですか。本当に申し訳ない。やっぱりこれ主人公の勤めるバーがあるレイクサイドインで酔っ払い同士で乱闘になったのかな。主人公が最後の一人になるまでって言ってましたもんね。湖にクトゥルフ的なサムシングがいてその影響かもとか考えたが、それが一番しっくりくるかもな。主人公が作るカクテルがすごく美味しそうだったから皮肉な話だね。視聴者さんも飲みすぎにはどうかお気をつけください。投稿者はお酒がダメな体質なのでそもそも口にしないようにしてます。忘年会とか今年から再開する職場も増えていそうだしな。なんだか斬新な切り口のホラーで面白かったな。いろいろなゲームがありますね。それじゃ今回の実況はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。またね。次回の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。
チャンネル登録、高評価、よろしくなのだ。